どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回は青魔道士のマスクカーニバル32、黄金闘士ゴールドルの解説動画になります。内容的にはギミックに加えて、ゴールデンブルーの取得方法を解説します。まずはじめにクリアに必須な青魔法はこれになります。さらにアチーブメントゴールデンブルーを取得するためには、クリアに加えて3つ達成しなければいけない条件があります。1つ目は、フェーズ2で出現する外周のゴールドクリスタルを破壊しないことです。フェーズ2の後半は物理攻撃しか効きません。2つ目は、マイペースの達成です。スプリント禁止です。3つ目は、アクションマスターの達成です。自分がセットした魔法はこのような感じです。一つの参考にしてください。それではよろしくお願いします。開幕、月の笛を絡めたバーストをしています。ゴールドルブリザが、被弾すると氷結デバフがつき、継続ダメージに加え行動ができなくなります。フライングサーリンで炎症を中断しましょう。ゴールドルハイガー、設置型エンハーニが3回来ます。ゴールドルブラスト、プレイヤーを対象に直線範囲を打ってきます。この2つは外周を回るように移動していれば避けられます。サモンスライム、中央にスライムが出現します。スライムは放っておくと即死攻撃をしてくるので、氷結の方向と超振動のコンボで倒します。ゴールドルクエイク、ボスの中心から円範囲、ドーナツ範囲と拡大してきます。最初の円範囲が終わったらそこに入りましょう。ゴールドルファイア、ボスの周囲に火の玉が7つ出現します。アンチを作るために1つだけ破壊しましょう。風が逆転なのでソニックブームで削ります。途中ゴールドルブラストも来ます。避けるだけです。ゴールドルエアロがボスからノックバックです。アンチを作った方に飛ばされましょう。最後にゴールドルブラストが来ますが、落ち着いて避けましょう。ゴールドルクラビで、すごいヘビーが付与されます。クリアするだけならボス下でスプリントをします。アチーブ狙いならルームで避けます。ここのブラストとブラストの間に挟める魔法は一つだけなので注意してください。ゴールドルサンダが感電が付与され、ほっとくと継続ダメージで死ぬのでイグジュビエーションで解除しましょう。またいくつかランダム連携範囲が来ますが、避けるだけです。ゴールドルブラストも来ます。続いてフェーズ2です。開幕は同じように月の笛を絡めたバーストをしています。ブリザ側は来ないので、その分何かの攻撃を入れてください。サモンゴールデン、ゴーレムが4体召喚されます。それぞれが10時半に撃ってくるので、アンチに行きましょう。ここら辺で1回ホワイトウィンドの回復を入れておきましょう。サモンゴールデン、マリオネットが4体召喚されます。同時にボスからゴールドルクエイクも来ます。クエイクを避けたら、それぞれのマリオネットから120度の前方奥義範囲が来ます。これはアンチもなく耐えられるダメージではないので、一番重なりが薄いところで超効果をしましょう。超効果をしても結構ダメージをもらうので、溶けたら回復も入れます。サモンゴールデン、中央にサイクロプスが1体召喚されます。サイクロプスに引き寄せられます。その後にスイングをしてくるので外周へ。ゴールドルサンダが、ここは迅速イグジュビエーションで感電を解除しましょう。ゴールデンフィーバー、外周のクリスタルとボスが線で結ばれ、炎症完了でボスに魔法攻撃が効かなくなるため、ここからは物理攻撃のみで攻撃していきます。サモンゴールデン、ゴーレム4体、
マリオネット1体、サイクロプス1体が召喚されます。マリオネットの左右後方にアンチがありますので、まずはマリオネットを見つけましょう。途中、ボスがブラストを撃ってきたり、サイクロプスが引き寄せからスイングをしてきます。アンチを潰さないようにマリオネットの左右どちらかにいましょう。ゴールドルクラビで、すごい蛇が付与されます。フェーズ一同様、ルームで対処します。ゴールドルブリザがフライングサーディンで炎症を中断しましょう。ゴールドルラッシュ、ノックバックからランダムエンハン、クエイク、ブラストが来ます。いっぱい来ますが、落ち着いてクエイクのハンディを見逃さないように避けましょう。シャモンゴールデン、ループに入っています。あとは新しい攻撃は来ませんので、落ち着いて対処しましょう。ここは、マリオネットを見つけて、後ろのアンチを潰さないようにするんでしたね。あとはグラビで、その後ブリザガなどが来ます。このアチーブメントはスピードは関係ありませんので、落ち着いてギミックをこなしていきましょう。これで黄金闘士ゴールドルの解説を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。